中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。今週は G3 函館記念が行われます。過去10年なんと一番人気は1勝、それ以外は着外ということで波乱が予想されるこのレース、私中村愛の注目は早速発表したいと思います。ズバリこちらです。ドン、9番新田です。なぜ新田かと言いますと、ドン、優勝馬は人気上位、函館で2戦2勝の実績に期待ということで、先ほども言いましたが毎年荒れるイメージがあるこのレース、2着3着は人気薄の伏兵馬が毎年来ていますが、ダン、過去10年5番人気以内が9勝ということで人気が高くなりそうな新田を選ばさせていただきました。そして新田の成績なんですけれども、こちらです。7走前の1勝クラスから怒涛の4連勝を果たしておりまして、その中で函館での2連勝を飾っております。前走と前々走は馬券外ではあったんですが、今回は2戦2勝と好相性の函館でのレースなので巻き返し大いに可能性あると思います。そしてもう一つ面白いデータがありました。こちらご覧ください。過去10年で2回優勝した騎手イノコットンです。毎年違う騎手の勝利が続いておりまして、今回新たに騎乗するのはまだ函館記念に勝っていない横山武史騎手なので、今年も同じ流れが続くことを期待したいと思います。ということでまとめると、ラン、函館校舎の巻き返しになるか、横山武史騎手の函館記念初勝利期待したいと思います。9番新たに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは的中率 50% の36レースでした。その中でもダン、日曜日に行われた七夕賞では6番人気、1番人気、2番人気で決着したレースを見事的中、3連単の配当は3万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は函館記念のコラボ指数をブログ内で無料公開、また馬コラボは馬と未来との協力コラボを組んでコラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。